と、めっちゃめっちゃメッセージ。はい、ということでね、愛工大名電対、仙台育英ということでね、もう仙台育英の行方はいかにということで、ね、今日もやっていきたいんですけど、あのね、まあ仙台育英と、まああのね、明秀日立がね、この前試合して、ほんでね、それがどういう試合やったかっていうとね、あのね、仙台育英ね、ヒットはものすごい少なかったんですよね。ほんでもうこれはね、圧倒的にもうデータっていうよりかもう、その試合を見ろって思ったんですけど、あの、石川ケニー君から全く打てなかったですよね。まあこれが実際のデータとして。で、これでね、やっぱ愛工大名電側もやっぱ偵察して、これはなんて思うかなって思ったら、やっぱりね、左ピッチャーが苦手なんですよね。ほんで犬ぼくんっていうね、明秀日立の、多分間違えてるんですよ、名前。あの、右ピッチャーのプロ注目の子からやったら、やっぱり結構こう、ジャスってきた。で、これはなんでやねんって言ったらね、やっぱりこう、圧倒的やっぱ仙台育英の左バッターの多さですよね。ほんで、だからね、こう、やっぱり名電のやっぱ、苦渋がいいなって思うんですよ。ほんで、その愛工大名電も、まあ、どちらかといえば左バッターが多いチーム。ほんでね、その左バッターが多いチーム同士の戦いなんですけど、あのね、名電はね、でも左対左に結構、八戸高専のね、新井大君にはちょっと抑えられましたけど、初戦とかはやっぱりね、こう左、ピッチャーとかも打ったりしてるんで、やっぱりその左ピッチャー対策を結構できてる。やっぱこうね、肩を開かず打ててるっていうので、やっぱりこう愛工大名電がだいぶ有利かと。ほんでやっぱこう、ピッチャー陣はでも両方とも豊富なんで、それはね、結構いい、なんかピッチャーいっぱい使ってくれやろうなっていう戦いになりますよね。やっぱこう仙台育英もほんまにピッチャー多くて、ほんまに、入ってるピッチャー5人やったから、メンバー入ってるピッチャー5人全員が140を超えてくると。ほんで、それに比べて愛工大名電はね、左の、エースの子に、で、背番号10の子はおらんかったかな。10の子掘ってへんかな。ほんで、背番号11の、岩瀬選手の、息子に、あとね、ファーストに山田くんっていうね、まあ、ものすごいピッチャー陣も充実して。でもやっぱこう、機動力、まあ、仙台育英もあるんですけど、そういう細かい、その勢いとかやっぱその細かい野球ができるというところで、やっぱ愛工大名電は今年はやっぱ優勝するので、やっぱ仙台育英なかなか止めれないかなって自分は個人的に思いましたね。でやっぱりなんでしょうね、もう一回だから先発は名電の左のピッチャーで、ほんでそれをこう打てるかって言われたらちょっと厳しいんちゃうんかなとも思いますよね。でもだから逆に言えば名電もなかなかこう仙台育英の左ピッチャーに対してなかなかね、背番号1と背番号、10の背番号10の子っていうのを仙台育英は掘ってたじゃないですか、途中で。でピッチャーももともとはほんまにもう全然予選とかでも掘りを出会ったんですけど、ちょっと怪我して監督がお前はプロ行く素質やからちょっとやめとけっていうことでやめとったんですけど、休憩させとったんですけど、今ね実際ほんまにもうまた掘り始めてるんで、だからそれはね結構もう結構投げ合いになるんかなと思います。でもやっぱりそういう細かいところをこう見たところで、やっぱりこうね左対左の投げ合いで、しかもその中で、細かくこう左対策をできてって言ったら、ちょっと名電が上手かなと。ほんでやっぱり一番はやっぱこう名電の野手が足が速すぎると。ほんでこう足を絡める野球ができるってなったら名電もうで、やっぱ今年自分が推してるのも名電ということでね、もうこの名電が負けてしまうと、ものすごい僕はね、こう心が折れてしまうので、もうね、推しの長崎海星が負けて、もう落ち込んでるので、これ以上もう僕に被害を及ばさないと、もう及ばさないでくれということでね、まあ、仙台育英、確かに名門なんですけど、明日はね、愛工大名電が勝つと自分は睨んでます。はい、ということで、皆さんの意見はどうでしょう。僕の意見は愛工大名電が勝って仙台育英が、負けると思います。ほんで、左ピッチャー同士の投げ合いになって、バッターも左バッターが多いので、なかなかこう点数がこう入りにくい中でも、やっぱりこう足を絡めた愛工大名電の野球で、勝つと、ああこうそんなな、向きがだんだん変わっていってますから、勝つと思います。ほんでね、まあ、これをみんな逆張りとか言いますけど、自分はもうこれ愛工大名電は全部当ててますから、皆さん今日の僕の配信は完璧だということを明日試合が終わった後に感じてください。それじゃあ皆さん、次の動画で会いましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあお疲れー。